塩をちょっとつけて食べると美味しいっていうのをユリアのママが教えてくれて、私いつもそのままで食べてたんだけど、この前塩つけて食べたら美味しかった。そう、このショールームやってない間にいろんなことがありまして、まず栄光のラビリンスの CM 選抜っていうのが、そのファンの方の投票でね決める選抜があるんだけど、それで第5位をいただきまして、先日 CM が完成しました。イエーイ。そう、あの引用リツイートしたんですけど、見てくれましたか？でフューチャーメンバーって言って、5位までがフューチャーメンバーなんだけど、私も5位だったので、衣装もね1位から5位がちょっと違う感じになってて、あのスカートにねチュールがねついてるんですよ、1位から5位まで。そうだから本当にありがたくて、なんか今までさ、まあ、正直 MV とか何本も参加させていただいたことあるけど、人数がマジで多すぎて本当にね、なんかなんだろうな、なんかそんなにいっぱい映ってる MV ってまああんまりないんですよ。そうでも今回の MV はきっといっぱい映ってるんじゃないかな、まあ、メルがめっちゃメインなんだけど、1位でメルがめっちゃメインなんだけど、フューチャーメンバーだからわりかしめっちゃ映っとるんじゃないかなって思ってて、そう本当にねなんかありがたいし、やっぱこあのモバメにも書いたんですけど、なんかさ今会えないじゃんか、なかなかで会えなさすぎて、なんかファンの人っているのかなってめっちゃなんか不安になるんですよね。なんかなんだろうな、応援してくれてるかなって思うんだけど、そう不安になるんだけど、こうやって5位をねいただいて応援してくれてるんだなって改めて思って、とっても嬉しかったです。そうだから MV さ全部公開されるの楽しみだね。ラビリンスのやり方ゆかちゃんのショールームで教えてもらったから特別嬉しい。お、ありがとうございます。じゃあ応援してくれたのかな、ありがとうございます。で2つ目がちょっといっぱいあるんだけど、で2つ目が HKT の新番組が始まるっていうことなんです。でこれはね RKB さんの番組で、だからか、九州の人が見れるのかな。そう以前ね青春体育部っていう番組があったんだけど、それがね終わっちゃって、でもね今度また HKTV っていう新番組が始まるの で初回収録だけ今収録したので、まあ続報をお待ちください。九州の方は見てほしいなと思います。そうなんですよ、気になる。でさ、なんか本当にねファンのみんなに会ってなさすぎてさ、なんか遠い感じがしちゃうんだけど、でそうでもう一個が HKT48 がセカンドアルバムを出すよっていうことです。そうでアルバムがあって、今まではオンラインお話し会とかがあったんだけど、で今度もオンラインロングお話し会だから結構長めに話せるんじゃないかなって思って、でもねそれ以上に楽しみなのが、あの一緒にねツーショット撮るのがあるっちゃね、そのアルバムの特典でね、そう抽選ではあるんだけど、今は多分まだ買えるんじゃないかな。そうだからね本当に何ツーショットがめっちゃ楽しみかも。私は半年後だって、おーでも半年なんてあっという間なんじゃない、このコロナ期間ずっと会えてないの考えたらって思います。今4時受付が始まってますね。だって申し込んだよ、ありがとう、嬉しい。ちょっと楽しみ、そう楽しみなのよ、めっちゃ。私さなんかどんな服着てこうかなとか考えるのもすごい楽しみだなと思います。初めてゆかちゃんと喋っております。お、嬉しい、ありがとうございます。当初申し込んだ、うわーなんかみんなと写真撮れるのが本当に楽しみね。入社式の前の日
あ、違う入社式の次の日に行く。おお、楽しみですね。どちらも二度と撮れないかもしれない。そうだね、本当にツーショットに関してはそうだね、次いつあるか本当に分かんないので、このコロナ禍っていうのもあるしね、私イベント自体が何年後にあるかっていうのも分かんないから、もしかしたらアルバム、次のアルバム出す、サード出すまでないかもしれないし、まあ分かんないんだけど、だからなんか押しは押せるときに押せっていう言葉がありますけど、まあそんな感じで写メは撮れるときに撮りたいなって思ってます。通信班は、うん、ボーボーイディンハオちょっといいよって合ってるのかな、ちょっと分かんないけど、アイムフォーソーやな、アイムフォーソー。福岡ツーショット撮りました。お、ありがとうございます、嬉しいです。今度のアイライブ豊洲ピットですね。豊洲ピットってどこだ、行ったことあるかな、ないのかな。でも本当にね、写メに関してはだからいつ撮れるか分かんないね、今思ったけど。あんまりないですよね、ツーショット。なんか AKB の方はたまに触ったけどさ、 HKT はね。なのでもし写真撮りたいなって思ってる人がいたらもうぜひぜひ来てほしいですね。一緒に写真撮りたいね。初めて申し込みしてよかった。おー嬉しい。ってか普通に楽しみだよね、会えるしさ、会えるし写真撮れるしっていう最高なイベントですよ。でもし遠いっていう人はオンラインロングお話し会があるんだけど、なんかねお話し会って結構あっという間なんだよね。だからシングルの2倍って今書いてあったんだけど、コメント2倍なのかな、2倍だったら結構普通に話せるくない、なんか話したいお話とか十分にお話できるんじゃないかなって思うので、ぜひ。えでさ、ちょっと教えてほしいんだけど、今回のジャケットはね2期生でもねそのジャケット撮影をしたんですよ。ジェネレーションだから1期2期3期とかドラフトとかで、あの別々のねジャケットがあって、今回2期生でもカメラマンさんに撮ってもらったのよ。糸島のねスタジオ行って撮ってもらったんだけど、それにはさ入ってないってこと、あのイベント系のやつは別ってことなのかな、劇場版に入ってるってこと、あの写真会が。おお、なるほど、じゃあ劇場版を買ったら参加できるってこと。どれに入ってるか分からない。劇場版、ジェネレーション版、通常版があるみたい。おー、なんか AKB のさ、てか何の曲が収録されるかまだ発表してないんですよね。まあ私も詳しくは知らないんだけど、なんか AKB のさジャケットアルバム、 AKB のアルバムイベントに48グループみんな参加してたんだけど、でもさ HKT のアルバムって私たちのアルバムじゃないですか。だからなんか嬉しいよね。その AKB さんので参加させてもらってた時もすごいありがたかったんだけど、
2期生バージョン持ちました。お、嬉しい。きっとやっぱね、きっとおしゃれのねジャケットになってると思います。なんせ糸島で撮ったんで。ラビリンス曲の行方はそれも楽しみにしてて、ちょっといつ発表されるんだろうね。何が入るのか、まあ、詳しくは私たちもまだ知らなくてね、何曲新しいの入るのかとかも分かんないんだけど、ベストアルバム2番目みたいな感じなのかしら。あと特典映像でさ、リクアワ、リクアワって DVD 出てないんだっけ。今回のアルバムに収録されるっていうこと。ちょっとこれもう本当にね、ちょっとあんまりあの何々版が分かんなすぎて、ファンの人の方がね詳しいんだよね。通常版、ジェネレーション版、劇場版。へえ。レコーディングしたんですか。あの CM ソング、ラビリンスの CM ソングはレコーディングしました、もちろん。あの CM で流れるので、そう、レコーディングねしてきた、東京で。新曲も収録されるんやね。きっと収録されるんじゃない。だってさ、1枚目のアルバムの時も人差し指の銃弾とかが多分アルバム初の曲だったと思うんですよね。人差し指の銃弾めっちゃ好きなんだよね。通常版にリクは、なるほどね。何の曲が入るんだろう。でも私たちもね、あんまりそんなに知らないんだよね、詳しくは。なんかさ、まあ、コロナ禍で全員集めてお話とかが全くないから、てか本当にね全然ね知らない状況ですもん。僕らのスタンドバイミーもアルバムが初めてじゃなかった。そっか、そうですね。だから何曲かね、今回ももしかしたら入るんじゃないかな、その新しい曲がね。って思うと楽しみです。そうだからね、1回目のアルバムが出た時が2期生が初めて楽曲いただいた時だ。そう、アルバム楽しみにしてます。ありがとうございます。UFO フル映像が見れるの楽しみ。確かに通常版上位のやつ見たらね、3位って本当にすごいことですよね。あと10日で誕生日。そうなんです、私実はね10月24日に誕生日を迎えます。21歳だって。21歳、信じられない。なんかマジでね10代が本当に長かったから。でも21歳か、10代が本当にねめっちゃ充実してて本当に長かったので、やっと20歳になったって感じだったんで。でもこっから早いんだろうな。なんかよく言うじゃないですか、この20歳になってから早いよとか、30代になったら早いよとかよく聞くから、きっとあっという間かもしれないけれど、今のところは結構ねいろんなことをねさせてもらってて、すごく充実しているなと思います。私20歳になった時もだったんだけど、あ、20歳になった時は結構え、もうあのちっちゃかった方が20歳っていうコメントが多かったんだけど、まだ20歳なのって二極ですね、本当に二極に分かれる。まだ20歳なのっていうコメントと、えもう20歳になったのっていう感じ。
そう、21歳か、もう大人ですよ本当にね。え、23日のザ・クリエイターズはあのね、 HKT の活動って基本的には選抜が外仕事に出るはずだから多分関係ないと思います。クリエイターズ一回出させてもらったことがあって、その時はね普通に出させてもらっ選抜じゃない時に出させてもらったんだけど、どうだろうな、であんまりだからね、基本的にはやっぱ選抜がメインで動くと思います、そういう系のイベントって。フェスとかもそうだけど、でこの前その HKT の活動とは別で、私はノナダイヤモンズっていうあの48グループの歌の大会でいい結果を残した9人でやってるグループがあるんだけど、それでねフェスに出させていただきました。韓国のアジアソングフェスっていうフェスなんだけど、で本来だったらもしかしたら韓国に行けてたかもしれないんだけど、今回はコロナ禍っていうことで、その海外のアーティストは収録でお届けしたので、今回はそのファイナリストライブの時の映像かなをディレクターズカットしてもらって流していただきました。そう、ありがたいですよね本当に。私次また会ったら絶対にその時は出たいなって思うしと思います。そう、髪色オレンジの時、新しく収録できてよかったのに。これね本当にね、なんかグループがねめっちゃバラバラなんだよね、その国内の48グループみんなバラバラだから本当にねなんか予定が合わないらしいです。そうだからなんだろうね、またいつか、一人はねもう卒業したメンバーもいるんですけど、スズランさんも卒業するしね、うん、だから寂しいけど、またなんだろうな、歌を強みにした活動ができたらいいなとは願っています。ちょっと絶妙にペットが汚い、アミニオンスズランさんびっくりした。そう、私めっちゃスズランさんね悲しかったね。今回の歌唱力はかみつめる。歌唱力に関しては11月ぐらいかな、11月ぐらいには多分情報が出るんじゃないかなといった感じです。でも本当になんかお世話になったイベントだし、なんだろうな、もしまた次の大会があったら絶対参加したいなって思います。初見です。お、こんにちは。初見マジで喋ってるだけなんですけどすみません。ランランの卒業ピアノ、そうなの、なんだろうな、その歌唱力以外でもさ、その自発的に音に触れられる環境ではいたいなとは思っています。アイアライブも決まったしね。そう、アイアライブが決まって、毎年ねやってるんですよ、その CM 選抜のメンバーで。で毎年めっちゃ楽しくて、そう、なんだろうな、ファンの方が決める16人っていうのがまずなんか熱いし、そうだからみんな結構ガツガツなメンバーばっかで、だからすっごい楽しいです、なんかいつもにまして、そうって感じかな。セットリストもね楽しいしね、だから今年何するのか楽しみです。ニューアルバム出るね、音楽的におすすめは、まだ収録曲がね発表されてないんですよ。そう、でも個人的に嬉しいのはあのファンの人とツーショットが撮れることなんですよね。劇場版アルバムを買うと、多分今だったら普通に多分どうだろうな撮れるとは思うんだけど、
本当にツーショット撮る系のイベントがマジでないからめちゃめちゃレアなイベントだと思います。アイアライブって普通にチケット買うんじゃないか。そうなんですよ、なんかイベントラビリンスの16人だからそのチケットもラビリンスで選ばれるんですけど、そうで結構キャパ毎年大きいんだけど、でも毎年争奪戦なんですね。すっごい、そうトヨスピットだから結構広いよね。そうだから結構もしかしたら当たるのかもしんないしね。だからもし来れそうな方はぜひぜひ見に来てほしいですね。しかも16人多分みんな目立てる構成になるんじゃないかな。うん、だから構成が結構好きですね、アイライブはと思います。ツーショットどこで撮れるの？ちょっとググってみるね今。 HKT アルバム、え、なんかさファンの皆さんがいつもすごい可愛い表をね作ってくれるんです。ちょっと今回もねファンの人作ってくれないかなってすごく思ってて、めっちゃ難しいんだよねあれ作るのが。なんか日程表誰か作ってくれないかなっていうお願い。会場をツーショット、ね、会場はお関東と福岡。じゃあめっちゃ何なんかレアイベントって感じじゃないですか。すっごい2会場しかないってことはだから本当に結構遠い方もいるかもしれないけど、福岡でもね会いたいな。東京が1月29、1月30、もうすぐじゃん、バリバリすぐやん。今10月だから1月末か、結構早いですね東京である。で福岡は4月2日4月3日これが半年後って言って出てたやつか、博多会場。福岡はね結構どこの会場でも結構アクセスがいいっていうか、まあ、電車通っとる県、他の県もそうか福岡はね結構なんか電車が大きいのがボーンって一本あって、それが空港から天神博多とか全部行くから結構ね分かりやすいんじゃないかな。東京流通センターってとこは行ったことあるとこだ。あとはオンラインロング握手会っていうオンラインでお話しするやつ。そうなんですって感じ。大阪ないんですね。大阪ってコロナの状況どうなんだろう。今なんか福岡と東京が収まってるのは知ってるんだけどね、これからどんどんなんかもっとさもっと収まってさ自由にさ行動できるようになったらいいよね。その前にパシフィコ横浜でお話し会の振り返があります。おお、そうお話し会がね延期になっちゃった分があるらしいです。楽しみ。お、ツーショット東京行くだって、ありがとうございます。ちょっと今はさめちゃめちゃ何すっぴんなんですけど何このこちらのツーショット写真会の時をめっちゃおめかしておしゃれしていきます。関西もだいぶ収まってきたよ。おどの福岡の会場バスで下見してきた、すごっ、できる男ですね。ちょっと男性の方が分かんないけど、お話し会でお初めましてします。嬉しい。お話し会ってことは振り返かな、この前のオンラインかな。嬉しい。すっぴんのままがいい。すっぴんはいいじゃない、このショールームで見れとるけん、いつも
いつもしょっぴんやけど。お、東京に行くと思うだって。ありがとうございます。あきよしさん、ウエスト細いからな。だって関係なくない今の話と。ありがとうございます。ウエストはなんかね、私ね、多分一個心当たりがあって、あのシアターの女神公園っていう公園ずっとした時があって、その時おへそ出しの衣装だったんです。頭4曲プラス MC だから30分間ぐらいずっとおへそ出してる衣装があって、その時にずっとねお腹に力入れとったんですよ。っていうのを1年ぐらいやってたら、なんかインナーマッスル鍛えられたんか知らんけど、お腹にあんまりお肉がねつかなくなったの。だから常に多分お腹引っ込ますっていう生活をしたら、多分ねなんか癖つくんだと思う。調べたらね、なんかそういうダイエット法みたいなのも、筋トレダイエット法みたいなのもあって、それを知らず知らずのうちにやっとったっていう感じ。でもシアターの女神やってた時より今の方が痩せてるっていう。あのシアターの女神の時は学生だったと思うんだよね。学生だったからちょっと学食とか給食をもりもり食べてて、ね、オンラインになっちゃってちょっと寂しいけどさ。もう出てますか福岡の日程も。いつ行けるって言ってたっけ。3-2の振り替えは見て、 3-2 確かにどうなるんだろうね。いやー、こんなね、何コロナ禍になるとは思ってなかった。思ってなかったこともないか。こんな時期の浴衣寒くない？寒かったとて、待って、12月だったかと。だって意外と寒そう。意外とっていうか普通に寒そう。ピャもう寒かったとてね、私はきっと浴衣を着るわよ。だって浴衣を着るっていう前提でねやってたんだもの。ゆかちゃんと話しに行ってみたい。お、話したいです、ぜひぜひ。今はねオンラインの方とツーショットとちょっと喋れるのかな。でなんかさ、写真撮れるの結構嬉しくない？もうサンタコスでよくね。それな、そうなんですよ。プリソデでもいい。多分オンラインお話し会さ、座ってやるんだと思うんだけどさ、もっこもこになっちゃうね、そんな。どうしよう、風邪ひくからやめなさい。それは多分大丈夫な気がする。ちょっと近くなったらまたアナウンスしますけど、もしかしたら着るかもしれない浴衣を。12月18、19ってことは19だったっけな。なんかリコピンも着るって言ってた。下にヒートテック着込むらしい。ガチ勢やん。確かにヒートテック着込めばもうこっちのもんよ。だってあれって、まあ、浴衣着る、浴衣はあんまないかな。フェリスデの時とかは結構タオルをいろんなとこに入れられるんです。お腹周りとかいろんなとこに。ってなると結構何着込んでも大丈夫ってことはもうこっちのもんよ。そう、楽しみだね。日程がでもそんなに多くなくてさ、ツーショットの写真会の方は。だから逆になんか分かりやすいね。なんかに日程多い時と会場多い時はごっちゃになっちゃったりするんだけど、分かりやすいですね。リコピが1位のコント劇見に行きますか。もちろん見に行くと思います。多分福岡会場あったら福岡会場で見に行くかな。マジでね、前回も見に行ったんだけど、
本当にね、なんか伏線回収とかがあって素晴らしい演劇だなって思うし、なんだろうな、うん、でやっぱなんだろうな、私は結構何回も出させてもらったから、例えば今回川平聖ちゃんとかが初めて出るんだけど、そういう風になんだろうな、まだ出てない人たちがそれに出ることによっていろんな、なんだろうな、可能性に目覚めるんじゃないかなって思ったので、とってもなんか何いいなって思ったし、リコチンのコント劇も本当に楽しみで、なんか前回も本当になんかキャッチーなキャラというか、ケンヤキュンっていう男装のキャラとかがあってさ、それがすっごい私は好きで、楽屋にもね、そのケンヤキュンというリコピの内輪がなんかね飾ってあるんだよね、祀られてるんだよね、そんぐらい結構なんか楽しかったですね。そう、楽しみですね。あとアキちゃんとかも出るのかな、ちょっとわかんないんだけど、5人誰が出るか最初ナコ出るんかなって思ったんですけど、そうモバメ撮っててそのナコの、ね、ナコがねちょっと出そう、出かけてましたねそう楽しみだな。マリアとかもかな、この時は東京かな、いつもだとなんか東京と福岡会場あるんですけど、もうこのご時世だしどうなるかわかんないけど、きっと東京福岡あるんじゃないかな、てか福岡あってほしいですね、見に行きたいから。おー、ゆうなちゃんも初めてなのかな、この時オンラインの方に出てたよね、それはなんか見ました。それはなん、それもイベントで決まった人なのかな、なっちゃんとか出てたやつだよね。なこちゃんやる気だったの、いやあのやる気だったというか普通にランキングに入ってて、そうそうそう、でなこがその後輩とかのチャンスだと思いますっていうメールがね来てましたね。福岡どこで開催するんだろう、なんかコント劇の呪いみたいな、呪いって言ったらあれなんですけど、私がね初演はその主演でさせてもらったんだけど、その時の舞台が東京が原宿クエストってとこで、福岡が大野城のバークアップだったかなってとこでやらせてもらったんだけど、どっちもなくなってて、で次福岡会場がビブレホールってとこでやったんだけど、そこもなくなってて、で今その東京でいつもやった原宿クエストっていうホールもなんかなくなったらしくてどこでやるんだろうね。でもさ、コント劇に関しては私吉本ホールとかでやってほしいなってめっちゃ思うんだよね。マークイズの東神町駅から普通に歩いて行けるし、 HKT 劇場 の、 その上にあるんだけど、多分700人くらい入るんじゃないかな。そう、え、なくなっちゃったの、え、なんかなくなったっていうコメントが今あったんだよね。そう、どうなるのか分かんないけど、でもまあどこでやるんだろうね。ビブレホールはね、そう、あの天神ビッグバンって言って、なんか天神コアでいつも買い物しとったんやけど、天神コアなくなって、イムズもビブレも今なくなってて、あ、イムズホールか、そう、イムズとビブレがなんか近くにあったんだけど、コアとかあそこら辺が全部閉店してなんか生まれ変わるらしいです。ゼップの近く、そう、ゼップ同じね、なんか商業施設に、まあ厳密にちょっと違うんだけど、そこら辺にあるの。パルコもなくなるのかな、ちょっと分かんないんだけど、吉本の劇場は500人入る。おー、めっちゃ大きいんですよね。一回勝手にホークス応援団ってイベントで行かせてもらったことあるんだけど、めっちゃいい感じな、やっぱお笑いのさ席ってさ後ろでもすっごい見えるよね。今年は恵比寿ガーデンホールかな、どうなんだろうね。年末は恵比寿ガーデンホールでなんか忘年会みたいなイベントをさせてもらったことあるんだけど、あれって単発イベントじゃないですか。でコント劇って多分めっちゃ公演数あるんよ。私も出てた時にめっちゃ公演数あるっていうのを思ってて、だからどこでやるのか楽しみですね。福岡に帰りたいです。あら、福
福岡じゃないんですね。じゃあ今は福岡はね、いいですよね本当に。私は結構ね、なんか住みやすい街だなって本当に思います。 STU の池田ちゃんがゆかちゃんのことめっちゃ好きって言ってました。かわいいゆらちゃんはね本当になんかマジでね赤ちゃんで、なんかみんなでねなんかめでてました本当に。かわいいしね。この前テレビ出てたよね、そのモノマネ番組って出てたの見てて、なんかね HKT のメンバーの LINE があって、その2期生のメンバーの LINE があるんだけど、それでもあの STU の子出てるよっていうのを送ってきてくれて、メンバーがそれで見ました。そう、本当にねあの9人めっちゃ仲良かったっていうか、なんか超ちょうどいいバランス感でしたね。すっごく先輩後輩バラバラだったけど、それが逆にすっごいなんかじゃないかなって思います。を聞けるところそろそろ福岡行きたい。それを買いに行きたいんや。私食べたことないんですけど、明太子プリッツォでも美味しそうだな。食べたことない。お土産コーナーとかにあるんかな。福岡を離れて改めて気づいた、物価も手頃で飯もうまくてあんなに住みやすいみたいなのを聞いたことある。東京はなんか家賃とかが高いから結構なんだろう、コンパクトめに過ごしてる人が多いみたいな聞いたことある。ご飯もね美味しいよね。最近何にハマったらかな。でもお料理もね時々しますね。お料理最近何したかな。麻婆茄子作ったんだけど、なんかそっち系のやつってあの箱にあるよね、箱に作れるやつが。空港が近いのがいいです。うん、空港線とか、空港線、七雲線押さえとけば結構どこでも行けるよね。そう、本当に日本で結構どこでも行ける感じ。そうなんです。東京物価が、物価お家が高い。へえ。箱崎線はちょっとあの吉塚とか詳しくないものでわからないです。七熊線伸びたら、あ、七熊線伸びてほしい本当にね。役員方面行きやすそうで楽しみ。確かに私結構ねわかんないですね電車事情。一度しか博多行ったことないから案内してほしい。おー、私だったらどこに連れていくかな。もつ鍋かな。でもとりあえずどんなのがいいかな。福岡行くとしたら、うーん、お昼ぐらいに来てもらってお昼ご飯何食べるかな。でも結局何が食べたいかによりますけどね。何がいいんだろう。福岡だったら福岡っぽいもの、なんかオムライスが食べちゃいそう、なんか普通に。うどんでしょ。だっておお、カマキリみたいなとこのすだちうどん食べましたね。うどんと言ったらめっちゃ前だけど、それ結構優しいお味だったのと、ウエストのうどんも美味しいんよ。なんかウエストって結構安いって言われとって、焼肉とうどんがあって、でこの前初めて私うどん食べたんです、ウエストで。美味しかった。天ぷらの平いいですね。ペペ玉もいいね。ペペ玉はペペロンチーノ卵
そう、あと六本松にもなんかうどん屋さんあってさ、そこ行ったことないんだけど美味しいのかな。アボカドうどん見た、なんかインスタグラムで屋台デビュー。お酒と一緒に行くイメージだったから行ったことないんだよねまだ。フルーツサンタのおすすめはどこですか。あ、そう、うどん日和、私が言いたかったの六本松ですよねきっと。なんかうどん日和ってめっちゃ聞いたことある。フルーツサンドのおすすめは、あ、いつかインスタグラムに載せてた気がするんだけど、糸島にサンドーレってとこがあって、でもそこがめっちゃね、あの何、県外の方が来るっていうよりかは地元の人がちょっとドライブしていくとこみたいな感じな気がする。その福岡に住んでる人が糸島ドライブ行くついでに朝買ってってみたいなのがいい気がしてて、天神だとなんかハートサンドみたいなとこがある。ハートサンドになっちゃった名前忘れたんですけど、大名の通りかなにハートサンドみたいなとこがあって、それは普通にね美味しいです。そう、フルーツサンドってどこでも美味しいよね本当に。天神の玄界という屋台おすすめです。おばあちゃんえ待って、お星星あって何、どういうことおばあちゃんじゃないんだ、お星星あって何なの、逆になんで2個あるんだろうっていうおばあちゃんじゃないんだがやってて、おじいちゃんかな、違う、あだもんねがやってて、目の前で天ぷらあげてくれます。天ぷら屋さんいいですね。福岡って天ぷら屋さん有名なのかな、なんか平尾とか高尾とかさ、いろいろあ(笑)おじいちゃんおばあちゃんこんな星2個になることあるの、スケさんうどんもいいね。スケさんうどんは北九州が発祥のうどんなんだけど、最近結構いろんなとこにできとって、だからスケさんうどんはコシのあるうどん、めっちゃ赤くなっちゃった。スケさんうどんはコシのあるうどんで、牧野うどんってとこが結構やわなうどんが美味しいとこで、牧野うどんって本当に家族連れめっちゃいるよね。天ぷら高尾は行ったことあります。劇場のね、てか HKT 劇場が最近ホークスタウンじゃなくて、今なんて言うんだっけ、いいぞ福岡にあるんだけど、そこめっちゃねフードコートが充実して、1位がガッツありがとう、見てくれた皆さんありがとうございました。10月31日のお話から楽しみにしてます。振り返りとかもねあるみたいなので楽しみですね。10月31日かハロウィンじゃん、なんかするかなね、楽しみ。こちらこそ見てくれてありがとうございました。ではまたお会いしましょう。次はいつ配信するか、多分近々配信できるように頑張りたいと思いますではありがとうございました。おやすみ、晚安、好好睡觉、好好睡觉、ありがとう。谢谢你的看我的ショールーム。またね、晚安。おやすみなさい、チャージャー。こまおっそ。チャージャー。楽しかったです。ありがとうございました。じゃあ、切るね。またお会いしましょう、近々。では、おやすみ。またね。おやすみなさい。